もう上がったかと思っていたが。お前に報告しておくことがある。話しておきたいこともな。いいだろう。そのくらいの時間はある。少し歩くとするか。まずはブラックカードについて彼女の手元に戻した。それで？貴様が話したいのはそれだけではなかろう。お前が聞きたい話がそれだけではないようにな。中立であろうとしたのだがな。掟の女神テミスがごとく俺も目隠しをしておくべきだった。見えないものを裁くには人の判断など脆弱なものだ。貴様こそが最初に天秤を動かした。告白すべき罪があるなら聞こう。助力には助力を返す必要がある。俺は岩見に借りがあった。だから奴からカードを預かり、ブラックスターを彼女に聞かせた。貴様流に言うならこういうことか。深淵を塗りつぶすには黒より暗い闇を流し込むしかない。そうだ。だがそこはいつも見えない。貴様はその深淵に誰の影を見ている？岩見、小春、明人、それにザクロか。そしておそらくは猫目。黒曜については？俺は詳細は知らない。だが岩見は何かを知っているだろう。貴様の足場が変わったかどうか俺が確認する術はない。俺にとって貴様は彼女を闇に追いやろうとした悪だ。分かっている。だが俺とて断罪の剣を持つ資格はない。彼女の闇は俺の罪だ。貴様を許すのも俺を裁くのも彼女だけがなせること。準備を整えるまでの間に俺は随分と遠回りをしている。だからこそ俺が彼女を守る者となろう。せめてお前の準備が整うまでは。だがそれは険しく長い道行きだぞ、ケイ。その道をこそたどりに来た。今度こそ彼女に光の道を開くために。こたびの対決の行方は俺の妨げとなるやもしれぬ。お前はどちらに勝たせたいのだ？それは俺の決めることではない。ショーはいつも彼女のためにある。難儀な男だな、お前は。あるいはけなげな男と言うべきか。ウィスウィス、お待たせしやした。珍しいね、外に呼び出すなんて。それもこんなところに。人目のある場所を選ぶなんて、ずいぶん警戒されているみたいだ。え、何のことです？ああ、ごめん、ちょっと勘違いしたみたい。遅くなりましたけどね。あんたさんに頼まれてた調査、ご報告ですわ。ずいぶん時間がかかったね。去年の12月に頼んだ調査じゃないか。うるせえっすわ、人にやらせといて。とは言うものの、俺もそう思ってやすわ。高見、この店マジで頭おかしい。こんなに情報拾えないやつ集まるの絶対に変でしょ。でも全く見つからなかったわけじゃない。集めた情報見せてくれる？まずは日向、スマホの通話記録を抜いたんすよ。毎日数回は電話かけてるイメージだったけど、
実際にはそうでもない。でもスターレスの誰もが彼が誰かと電話しているのを見ているよね。岩見さんとは通話してますけどね。いつも話してる仲良しとの記録はねえです。なるほど。それから？家を借りてる名義は多分偽名。その名前での通学記録も見つからず。なるほどね。実に興味深いよ。その愛想の良さ。あんたさんも探しましたね。自分で情報取れるなら俺に探させなくてもいいのでは。君だから見つけられる情報があるんじゃないかと期待してるんだよ。見つからなくてすみません。もう一人は？こっちはありましたよ。面白い経歴でしたわ。ダンスをやってて天才って言われてたけど、高一で怪我して踊るのやめてたみたいっす。高校卒業して福祉系の専門学校に進んで国家資格2つ取ってます。柔道整復師とアンママッサージ指圧師だよね。怪我したからケアの方にってことかな。怪我自体は治ってるみたいですが、治ってなきゃ木蓮とやれねえでしょ。でもこれもあんたさんならもう持ってる情報なんでしょうね。まあそれなりに。ごめんね。二人目の情報は基地だ。でも一人目日向の情報はちょっと興味深かったな。どこがです？通話記録。話してる内容が大したことないから追ってなかったんだよね。やっぱりダメだね。慣れは怖い。日向についてはノーマークだったよ。それじゃあもう少し追いかけてみようか。はいはい、わかりましたよ。今日の調査結果じゃ足りねえってことすね。けど忘れねえでくだせえよ。俺は兄貴の失踪理由のためにやってんすよ。それはもう考えなくてもいいと思うけどね。猫目は戻ってきた、そうだろ？けど理由は話しやしねえ。それが納得いかねえんすわ。次はちゃんと対価になる情報を持ってくるんで。それじゃ俺は店に戻りますわ。基地の情報とは言ったけど重要なのはそっちなんだよね。君とこちらがそれぞれ調べて同じ情報なら完璧な経歴が作られてるってことだから。それでは今日までの集計結果を発表しますね。現在優勢なのは社長のチームです。そら見ろ、客は分かってるね。まったく。おお、おめでとう。完璧な解禁祝いだな、これは。チームに首を突っ込まないのが成功の秘訣ってやつか。人のチームは引っかき回すくせにな。はいはい、負け惜しみ負け惜しみ。ご丁寧に白い花をよこしてきやがったが、俺もお前に葬式の花を贈らねえとな。ま、そう焦るなよ。ここからどう転がるかわからんのがスターレスってところだろ。確かにな。お前がボロ負けするかもしれないしさ。余裕ぶりやがって。よくわかんないけど大人の余裕ってやつですかね。うるせえよお前は。お疲れ様です。
これから休憩ですか。あんたには関係ない。あの、俺に何か怒ってるんですか。心当たりがないのですが。別に。何か失礼をしてしまったのであれば教えてください。今後ないように気をつけますので。あんたのパフォーマンスの色が嫌い。え、色ですか。それだけ。なるほど、それは失礼しました。確かに俺は皆さんに比べて経験が浅い。お見苦しいものを見せてしまって申し訳ないです。そうじゃない。それはどういうことでしょう。あんたは本当に変な色だ。変な色ですか。あんたはうまく隠してるつもりだろうけど、ステージは嘘をつかないから。すみません、言葉の意味がわからないのですが。あんたの色はいつもステージで揺らいでる。色に光がない。色。あんたの色、見てて不愉快で仕方ない。何考えてステージに立ってるの。あんたはここに何しに来たの。ヒースの目に俺はそんな風に映っていたんですね。もっと精進しなければ。ご指摘ありがとうございます。指摘したわけじゃない、ただ気に食わない、それだけ。いえ、おかげで目が覚めました。もっとパフォーマンスを磨かなければ。早速今日の舞台の反省をしてきます。それでは。光がない色なんておかしい。